敵の銃撃が激しいぞ。前回までのコールオブデューティーブラックオプス3はドイツ兵か。向こう次はドイツ？ドイツかもしれん。おおお何？バレちゃう。何？うわ来た来た来た。あやみさん殺してくれ。やってくれ。何？やった。私の声だけに耳を傾けろ。ホールと繋がった時何が起きたのか話して。説明しがたいものを見た。見るべきではないものを。死にかけている彼女の心の中に入った。記憶の中に、恐怖の中に怯えていた。何が起きているのか分かっていなかった。シンガポールでブラックプロジェクトの被験体を見た。彼らの内側にある何かが苦痛の叫びを上げていた。それが惨事を招き、多くの命が失われた。カラス、ハシボソガラスかな、ね、ハシボソガラス、うん、その名前なの。それはあいつらの中に入り、どこかへ連れて行く気だ。しっかりしろ。テイラーはどこへ向かってる？まだ凍てつく森を探してる。 NRC はすでにアクイファーに向かった。上層のプラットフォームに簡易な防空網を築いている。現在のミッション6日目。6日目だ。おおすごい。スターフォックス。スターフォックス。そうですよ。すごい。こちらフォックス。こちらフォックス。こちらフォックス。フォックスしか名前わかんないけど。あとカエル、ウサギと、あとコンドル。あれ名前なんだっけ？コンドルみたいなのもいたよ。おらおらスターフォックス。これスターフォックスの BGM をあれだな、流すなこれ。この時だけは任天堂さんすいません。ここだけスターフォックスのテーマをいただきます。使わせてください。使わせてください。おらっはしゃっ。楽しいこれ。よし。いけ。取れた。発射。発射。楽しいこれ。楽しい。いいなスターフォックス。さあ来たぞ。あれもう降りる系。ここにいる敵をやれ。すぎじゃない？ね。撃破したぞ。どんどん撃破する。ゲイ。ほら。排除しよう。緑のやつは仲間か。そう。あと1機ここだ。フォックス。どうだ？スターフォックス。なんか赤いやつを通信網だとどこを打てばいい？ここか。まさかのまた降りる系。着陸だ。よし。着陸せずここをずっといいと思う。いいと思う。それもあり。帰って戦いたいんだ。うん。よ。俺はケインと潜入してるから。痛い。これ見える？見えるかい上から。俺見えるかい？あ、おる。おるかい。戦ってるよ。任せろ。あ、おったおった。援護は頼む。おった。援護するよ。よし。じゃあ頼むぞ、ケイン。分かってる。じゃあ上もお願い。援護するよ。わあ、もう地上戦がこんなに怖えとは思わなかった。怖い。よし、上の援護頼むぞ。赤く丸くなってんのがみんな敵だ。任せて、ヘリ系を任せて。くそ、今思えばちょっと頭の中だからこれ聞き逃してね。俺上の方が良かったこれは俺の頭の中の声だ。早くダダ漏れやないか早くやってくれ。本音がダダ漏れ。仕事急げ、仕事ケイン急げ。遊びでやってんじゃねえぞケイン。ドローンかい。そんなもんも来る。ドローン倒したよ、ありがとう。痛い。スナイパー倒して、ナイスナイス。うわ、裏側に、裏側に9394、もう少しだ、頑張れ。96、オッケー。よし脱出、よし来い来い来い。あ、でも脱出する時、脱出する時も出てきてる。さあ早く乗る乗る、早く乗ろう。早く早く早く。ケインはもう知らない、俺乗る。よしオッケー。ほらかかってこいお前だこの野郎もう弱いやつ、典型なギャリバンさんのストレスが超溜まってるようだ俺をヒヤヒヤさせようってこいつら。わあ、なんだうわっ、次はじゃあギャリバンさん、あ、降りちゃった、ごめんごめんグッドラックグッドラック。じゃあ私がまた上空から。頼む、あやみさんの背中任せたぞ。お、ここを泳ぐのか。泳ぐや苦手だ。あ、戻ってきた。おお、聞こえないよ。ここは二人で行かないといけないのか。行こう行こう。なるほどね。なんか見えない画面がね、チラ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 ね。これね、コルブスがやってんだよ多分これ。展示鑑賞。いててて。これどっちどっちどっち。来た。これ大丈夫じゃない？あれ？真っ暗。オッケー。ケイン。しっかりしろ。あ、溺れたのか。うい。つまんな。なぜだ。システムが停止したぞ。システムをチェックした。ヘンドリックスと同じ症状だ。おそらくテイラーたちとも。どんな症状だ。ブラックプロジェクトを管理している AI、 それが人に感染した。 DNI が入り口。プロジェクト危険体の中で生まれ、今やあなたたちの中を徐々に乗っ取っていく。もうバイオハザードじゃんね。正気を失わせていく。徐々に。数時間。AI のね。ウイルスってことか。これは拡散システム。ウイルスが徐々にこう侵されていく。AI のね。感染者を自分の中の。虫歯見ながら。でそれだんだんとそうおかしくなっちゃう。そいつが何をしようと、何を望もうと、俺は俺だ。何？奴を探す。テイラー。奴の頭を撃ち抜くのが唯一の手段だというなら、俺はやる。彼一人じゃない。時が来たらどうすべきか分かってる。もっといい方法が。軍を離れればいい。CIA からも。どこかに必ず安全な場所がある。だから話を聞いて。聞いてない。聞いてない。もう行くんだと話聞いてない、話聞かない。主人公話聞けよ聞いてあげろよ。聞いてないね。あ、これどこに向かえばいい。ここじゃない？こっちかな、うん、ここっぽいな。準備しろ。うん、ケイン君が一番遅いんだよ。やっと着いた。うん、合ってるわ。続け続けって言える。あ、おおお、えい、なんだと。ケイン生きてたか。ケインやばい、敵が来るか。ケイン大丈夫か。くりした。びっくりしたよ。ケンが死んだかと思っちゃったよ。大丈夫、ケン。大丈夫。もう走れてっから大丈夫だね。武器だ。任せろ。え、水の中から来てんの？さあ入ろう。どうやって戦えって言うんだ？水の中でも撃てばいいんだ。システムが溜まってるから急ごう。で戦ったらもうすぐ死んじゃう。よし、抜けられた。抜けた。よし。NRC の攻撃に陰りが見えない。こちらは攻め手を借りる。うん。プラットフォーム制圧には航空支援が足りない。じゃあスターフォックスやろう。それでどうする気だ。どうやってテイラーを見つける。制御室を抑えれば監視映像にアクセスできるようになる。ケインが映像を中継できる。制御室か。こっちも可能な限り支援する。新たな NRC の航空機が接近。オッケー。では乗りましょう。よし乗ろう。了解、任せてくれ。もうスターフォックスなら任せんしゃい。さあ行くぜ。任せんしゃい。複数の敵が接近。迎撃だ。またここでスターフォックスのテーマだね。いいよ。いけ。ほら。あ、くそ、外れた。命中。あ、命中したんじゃない、もう煙出てる。オッケー。他には、こいつか。やばいやばいやばい。ほら。あ、もう煙出てるから大丈夫だね。うん、よし、撃墜。これ何でもできるね、主人公は。素晴らしいね。素晴らしい、エリートだよ。オッケー。おら、よし、撃破。ん？何の音だ？そっちの状況は？カーリルの部隊が制御室の近くで攻め込まれてる。テイラーとマレッティに逃げられるぞ。逃がしはしない。そうだ。将軍の支援に集中する。カーリル、こっちも援護する。部隊を制御する。おら。制御室を制圧した。中に入った。すぐに接続する。監視映像を送ってくれ。よし、データ送信来た。データ送信開始。手遅れだ。あいつはもう逃げてる。逃げてる。なんでドヤ顔で逃げてんじゃねえか。ヒーローだ。うん。侵入された場合、セキュリティプロトコルによって重要エリアは隔離されるはずだ。ロックダウンしろ、カリル。今すぐロックダウンするんだ。ロックダウン。まだマレッティがいる。まだ終わっていない。ヘイ、奴の位置に向かう最善のルートは。ルートね。セキュリティプロトコルのおかげで奴との間を強化ドアに遮られている。何か提案は。マレッティはまだハンガーにいる。カリルの兵士がすでに向かった。よし。了解した。すぐに合流する。オッケー。対決。人いっぱいあるけど。めっちゃ敵おんねんけどいっぱい。うん、次回のコードビューティーブラックオプス3は。どこいんだよ。落ち着けヘンドリックス。ちょっとヘンドリックスがどんどんいってる。落ち着けヘンドリックス。落ち着け。落ち着け。パンチ殴ってみるか。ほら。落ち着け。落ち着けっつってんのにさ、あゆみさんの方が早いっていうね。